ラノ会ワイワイ by ネットワーク永田。この番組はプロジェクト M の提供でお送りします。はい、はい、今日はですねこの方に来ていただきました、はい、NPO 法人ネットワーク永田石倉太蔵です。はい、石倉太蔵さん、はい、ちょっと口が回ってません。待ってないです。はい、実は大変なこと、ね、実は大変でしたね。はい、なので7月と8月がお休みだったんですけど、はい、そうです、これはどういうことでっていうことなんですか。はい、脳梗塞です。もうその方が早い。すごい、すごい言葉ですね。はい、はい、脳梗塞って、脳梗塞って、脳の血管がなんかな、うん、実は10年前にね、うん、心臓の方の、はい、カテーテルって管を通して、まあ、血管開けたり、はい、で不整脈が出てたんで、うん、それをこう止めるのに、うん、まあどっか焼いたのかな。うん、それがなんか飛んだみたい、飛ぶっていうかその弾けたみたいで、はい、血管にその血の塊、うん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 、が詰まって、でなった脳梗塞なんです。脳血栓っていうのも、血栓もあるけど脳梗塞って言われたんですか、ね、ああそうですか、でもそれはどうして分かった。ね、なんか気分がちょっと悪くって、うん、それで、座ってたんやけど、うんうん、立てなくなって力が入らない、入らへんです、うん、でちょうどその時に職員が帰りがけやったから気がついたみたいでね、ちょっと なんかおかしい、うん、ほいでこっちは喋ってんねんけど、うん、何言うとかわからへんって、ろれつが回らない、ろれつが回らない、ほいですぐ慌ててその救急車呼んでくれて、うん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 、でちょうどその時に運よくってね、うん、ポートアイランドの中央の病院、はい、専門医の、はいはいはい、うん、脳で有名ですね、でちょうど見れるいうことで運んでもらうんですね。それは救急車じゃなくて自分とかの、いや救急車で、救急車、うん、でも救急車でよくね病院たらい回しになるっていうか、そう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 、どこもあかんかんっていうの、それで、うん、それで見れる言うて分かって、ですぐ飛んでくれて、だからまあ早かったっていうのもね、時間の勝負、うん、ですね、でも職員がね帰っちゃって一人になってたらこれまた分からへん、分からへんね、僕でさよならって言ってるから、いや本当に神一重で人間の人生違ういうことですね。だからもうちょっと頑張れっていう意味かなって、生かされた命っていうやつですね。そうそうそう、それは1995年の阪神淡路でもやっぱり神一重で、そ う, そ う, そうどこにおるかっていうことでね、うんうん、状況が変わってくると思うんだけど、うんうんうん、僕もそうでしたし、だからそれで生かされて、今回も生かされて、うんうん、もうちょっと頑張りよいってこうケツ叩かれたみたいに、どう頑張るんやって思ったけど、いやどう頑張るんやって、皆さん今日もですね、私はちゃんと収録のために参りますと、はい、参りますと、はいはい、何度も言ったんですけど、いやいや行けるでいやいや行けるでって、どうやって歩いてって、いやいやいやこれはちょっと内緒やけどっていう、内緒です。でかつ今日ぐらい大丈夫やねん、昨日一昨日、うん、どういうかなからは、うん、もっと長距離はいやってきたからって言って、はい、もう本当にしゃあない人やなあっていう感じですけれども、はい、でもやっぱりこうやることがある、うん、それはうん、まあ気合い入るというか、うん、うん、やらねばなあみたいなこう、うん、感じでね、うん、自分を振り返らせるような、うんうん、感じですかね。でもやっぱり一人で生きてるよりはいろんな人たちと関わってるっていうのがいいのかもしれないですね、うん、はい、だから関わらせてもらってます、はい、関わらせてもらう、そうです、まだあと少し、どれぐらい、はい、めちゃくちゃ長いとは思わんけど、まだあと少し頑張るそうですが、もう少し、はい、実はですね、今日の情報としてはこの情報があるんですよね。
これはちょっとあ去年でしたかね。いい今年です。あ、今年でしたっけ、はい、今年の5月ですね。全日本ラリーっていうのがあって、はい、これは京丹後ですね。あ、京丹後、はい、京丹後の方で、シリーズ戦がこれがあって、で僕とまあ仲間と応援しに行ったんですね、はいはいはい、その時の写真です。そうですね、はい、そして、選手として、登録されて出場されていたのが福永治さんと斉澤さんです。はい、はい、福永さんが運転されて、そうです、ドライバーですね、はい、ドライバーさん、はい、そしてで斉澤さんがコードライバーです。だから、地図を読む人ですね。あ、それをコードライバー、ドライバーって言っちゃうんですか。はい、昔は、なんていうの、ナビゲーターっていう呼ばれ方しとったんで、時々ね言葉が出てこんへんって言われてますので、はい、サポートしました。今はコードライバー。へ、あ、もうそしたら格上がってるっていうか、いうか、まあ全体的にそういうふうに、名称で言ってるんです、ね、はい、ドライバーとして運転する人も、だけど道案内っていうかこうコースを読む人も同じやっていうことなんですね、はい、それってなかなかいい考え方ですね。そうですね、だから2人で1人のスポーツをしているっていうことなんですね。なるほど。だからお互いの信頼関係ができないと、はい、前へ進まないっていう、はい、わかりました。それとともにですね、実はこの福永さんとは、ドライバーさん同士としてのお付き合いもありつつ、はい、こんなこと言ってええんかな。ドライバーさん同士としてのお付き合いもありつつ、レベルは別としても、はいはい、レベルは運が違います。、はい、でも彼とはそのドライバーだけではなくって、はい、別の視点で、神戸ユニバーサル研究会っていうのがあって、はいはい、社会貢献をどうしていくかっていう、うんうん、まあ集まりなんですね、はいはい、で僕その福永さんと知り合ったのは、うん、僕は福永さんのこと知ってるんです。あ、好きやからね。いやし、はい、雑誌にもねよく載ったりして、それぐらいの方ということですね、でユニバーサル研究会に、うんうん、クララのパンをちょっと、腹の虫を抑えるために、うんうんうん、ちょっと持ってきてくれへんって言われて、うんうんうん、分かりましたって持って行ったら福永治さんがいたんですね。そこに会議してるんですけど、で僕は、はい、そういう人がこの場にいるはずないって、うんなるほど、うん、ほんで、うん、世の中には似た人がいるもんやなっていうふうにね、うん、最初の印象ですね、うんうん、ほんで確認したら、うん、やっぱり当人やってね、はい、驚いて、うん、それからです。これはやっぱりクララのパンがつなぐ、そうですね、縁ですね、はい、社会貢献でつないでいく、うん、そう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 です、ということですね。だから不思議なもんでね、うんうんうん、で僕こうやってモータースポーツしとでしょ、はい、で福永さんでしょって言い切りましたね。はい、してます。福永さんは、うん、とその全日本出たりね、はいはい、世界を走ったり してる方なんです、うん、まあ言ったら僕まあ憧れっていうか、うん、そんな風に なれたらなっていう風に思ってるんですね、はい、うん、でもう7年ぐらいになるかな、うん、前に、フランス一緒に走らせてもらったんですよ僕。ねえ、本当に。はい、おかげさまで。いや、それでですね、その福永さんがそのドライバーさんとしてそのユニバーサルデザイン研究の会に参加しているっていうその意味は、うん、いうか自分はそういうそのまあそういうテクニックを持ってるんでしょう。で、まあそんなんで、自分がその研究会にどう役に立てるかっていうことで、うん、で本来ならその成績上げるっていうのがねメインなんですけど、うんうん、それもやりつつその研究会の福祉の枠でね、まあはいはい、自分が何ができるかっていうので、うん、やってくれてるんで、ええ、僕はそれにやっぱり胸打たれましたね。はい、単に
スポーツドライバーとしてのテクニックの憧れっていうのも多分ね、うん、その雑誌を見てた時あったかと思うんですけど、はい、その人が自分のテクニック、自分の知識、うん、自分の経験を社会福祉にいかにこう使えるかっていう、その場に直接おいでになるっていうのがすごいですね。そうなんです。で、そこで巡り合ったっていうのがね、すごい不思議だなっていうふうに思ってます。ということは、やっぱり今度パリのオリンピックが終わって、パラリンピックが始まりますけれども、ドライバーやりたいっていうような障害者の人だったり、そういう人たちのなんか自分のそのノウハウで、いろんな知識つながりで参加させてあげるっていうようなこともやってらっしゃるわけですか。うん、そうなんですね。だから、もう 10年以上になるんですけど、はい、研究会でイベントでね、うん、ユニバ、セーフティードライビングフェスタっていうのを10年近くやってきて、セーフティードライビングフェスタ、セーフティードライビングフェスタ、そうです、セーフティードライビングということは安全なドライブ走行のフェス、でそのまあ講義をしたり、うん、まあ安全なね、うん、安全に走るにはどうしたらいいかっていう講義をしたり、うん、あるいは実践ですね、うん、どういうふうにしたら安全に走れるか、うん、でその中に今体験を入れたりとかして、うんうん、あるんです、うん、はい、その体験っていうのは健常者だけでなく障害者もできるのか、うん、もうそうです。おお、でその研究会には障害持ってる人も入ってますしね、脳の方やら、はい、身体の方にも、はいはい、だから身体の方は今度ね、10月にね、はい、女性なんですけど、はい、お城が大好きで、お城ってキャッスル姫路城みたいな、そうですそうです、はい、それでそのお城を登る制覇するっていうのがね、その子の思いがあって、はい、姫路城も登りましたし、ちょっと待って、姫路城ってエレベーターも階段もめちゃくちゃすごいやつ、はい、しょってね、彼女をしょって交代で上がって、そう、その道具も研究会で用意をして、でだから我々は家臣なんですね。なるほど、姫様、はい、姫様です。はあ、はい、なるほど。じゃあ自分で登らなくても、はい、いろいろな人の思いとか、そうですそうです、その機材とか、うん、ツールを使って登るっていうのも、うん、よく太蔵さんが言っている、そうです、障害があって生活するっていうのは自立っていうのは自分で何でもできた、うん、っていう、助けてもらっての自立っていうね、そう、うん、で彼女はその お城が好きで、はいはい、それを制覇するのが好き、うん、で、10月に青森、うんうん、青森の弘前城、はい、あそこも古いですよ、うん、あそこもね、自分で何人かお友達と、うん、下見に行ってね、うん、それでどう組むっていうのを考えて、で今度研究会も入って一緒に弘前城を目指すんです。これって普通自立しろって自分で一人で生活しろっていう感じに聞こえるけど、うん、じゃなくて、うん、人を集める力って私の足になれ、手になれ、頭になれみたいな、そういう力を持って自立なんですね。そうです、そうです。だからなかなかたくましくてね、姫様なんで、ははってこう皆さん言うてます。なるほど、まあそういう方もいらっしゃいつつ、でこの車の運転ね、例えば足が悪くて車椅子の方でも、うん、結構それはカスタマイズして、ね、手だけでね、はい、チェンジできたりとか、そういうのを、はい、ブレーキとかそういうのもできる、はい、ボタンを押したりできるっていうのは聞いたんですけど、はい、さっき盲の人って言ったじゃん、盲の人はまあ誰か隣にいないといけないんで、はい、ちゃんとその耳で聞いて走るっていうね。そうなんです。あ、そう。だから例えば、福永治さんが隣にいて、うん、で電話の方が運転をして、うん、その福永治さんの指示を
まあ、信頼関係を作って前へ進んでいくっていうね、うん、で右とか左とかっていう言葉を耳に聞いて運転をするっていうね、右何度みたいな言うか3時とか4時とか。なるほど。じゃあドライバーとコードライバー一体になって運転する。そうですね、うん、だから、なんていうんですか、ラリーというのは2人でやる競技なんですね。え、なんかフェラーリとかあんなんだったら一人でウィーって、うん、あのレーシングカーだとね、うんうん、あ、違うんですか。全然違うんですね。なるほど。モータースポーツでもいろんなその種類があって、うん、F1 もあり、うん、だからあのラリーももう愛知県、うん、愛知県が中心になって、あ、やっぱりトヨタがあるからかな。そうです、うん、世界のトヨタが やるからやっぱり違いますよね、うん、だから世界中が集まってきて、うん、から集まってきて競技をやるんですね。で今ですね、これ皆さん後であのスキャンして大きくしてお渡ししますけれども、福永さんとそしてあの視覚障害の全盲の方、長野さんっていうんだ。ミュージシャンでもあるんですけど、そうですか。まあミュージシャンね、あの、視覚障害の方も有名な方はたくさんいらっしゃいますけど、キーボード弾いて歌ってますよ。なるほど、はい、今度なんとブラインドラリー、はい、チャンピオンシップ、競技としてやります。あの単にあの運転させてあげるよじゃなくて競技で、はい、8月24日土曜日、いや放送の日やないですか。そうなんです、はい、大阪府南河内郡千早赤坂村、こちらの方で開催、はい、僕行ったことないんです、真田聖子さん、はい、あの福永治さん の、うん、あのスポンサー関係の会社でその場所をお借りしてやるっていうことなんですね、はい、ちょっと読みますとですね、はい、ブラインドラリーとは視覚障害のある方が晴眼者、目の見える人ですね、と同じステージで参加できるモータースポーツです。え、パラリンピックとかオリンピックって別々ですけれど、これは一緒に一緒に走るわけです。はあ、通常のラリーと同じようにドライバー運転席で運転操作とコドライバー助手席で指示が2人1組でタッグを組んでゴールを目指します。そうです。さっき言ってらっしゃったラリーですからね、はい、ゴールまでのタイムが短くかつ設定のコース通りに走行できた方から順位が確定します、はい、ドライバーは視覚障害者全盲の方も含むもしくは晴眼者が前の見えない状態でって、こうなんかマスクするんですか。マスクするんです。マスクするんですか。はい。見えない状態でハンドルを握り車を動かす操作をして、コードライバー目の見える人ですね、晴眼者の指示と緊急時のサポート、助手席でエマージェンシー用のブレーキ、あ、それがあるそうですね、はい、あの足元にあります、はい、で一緒にゴールを目指します、はい、ということで、もうこれあの昨年に開催したセーフティードライビングの模様、あ、セーフティードライビングはしてるけど今度初めて、初めて競技としてやるわけですね、ブラインドラリー選手権、はい、あのチャンピオンシップですから、世界初、ちゃんとメダルも、あ、そうですね、どこもやってないと思います、世界初ですよ、はい、皆さん、はい、パラリンピックどころではありませんあのやっぱりオリンピックはオリンピック、パラリンピックはパラリンピックって、はい、せっかく入場行進ね、いろんな人たちが参加してましたけれども、ね、やっぱり競技は別々にやるんだけれども、このブラインドラリーチャンピオンシップはごちゃ混ぜ、一緒でやります。スタートラインはみんな一緒です。すごいですね世界初で、はい、それがもう一度申し上げます、8月24日の土曜日、大阪府南河内郡千早赤坂村、なんか赤坂村ってなかなかいい名前ですね真田聖子、真田やって赤坂で真田や、そうです、なんか広い駐車場みたいですね、すごい、あ、なるほど、はい、ではですね、本当にあの、本当は第4土曜日24の放送ではあるんですけど、うんうん、はい、前倒しでやっぱりこれお知らせしたいですね。そうなんですね、はい、今日は8月21日、はい、水曜日ですので、明日にでもアップできたら、あ、お願いします、はい、今日はですね、ネットワーク永田石倉太郎です、はい、
まだまだやり残したことがあるぞと、はい、神様が言うてる、はい、っていうことでまだやりたいことがいっぱい、はい、いっぱいあります心配してる人もいますよありがとうございます、はい、でも前へ前へ、はい、行きます、はい、あでも一つだけ皆さん、例えばその、脳梗塞、まあ、脳血栓とかいろいろありますけど、それの症状になる前、注意しないといけない、はい、なんか信号ってありますか。信号、そういうのを意識してなかったもんで、うん、とにかく、まあ、自分では気がついた立てないということですね、うんうんうん、で、まあ、自分自身はちゃんと喋ってるつもりなんですけど、ろれつがこう待ってないっていう。これって自分は喋ってるつもりって耳で聞くけど変には感じなかったんですか。いや、あのね、言葉が出にくいんですよ、うん、だからえっていうふうに多分驚き、桃の木、山椒の木なんだけど自分で言おうと思うけど、そうそうそう、言葉が出てこない、言葉に出ないというか、言葉にならないというか、あーみたいな、みたいな感じにもなるかな。なるほど、暑い時期ですしね、やっぱり、ね、そうそう、本当この暑さって災害級ですよね。災害級です、本当に気をつけないと、うん、で僕もね、あのクーラーはかけっぱなしです、うんうんうん、で寝るときは、うん、あのまあまあもちろん水分取ってるんですけど、うんうん、あのかけっぱなしで、うん、扇風機もこの部屋がこう充満するように回してるんです、はい、で寝るとき長ズボンと長袖で寝てます、うん、で朝起きたら結構ね、うん、あの違和感なく、うん、自分ではね、うん、起きれてるんですよ、うん、はい、はいはい、だからよく寝たかなっていうふうな感じはする時もあります、うん、やっぱりでもあの熟睡した方が、そうです、あの睡眠は大事だと思いますよ、はい、なるほど、うん、あのちょっと今日涼しいからと思って切ってたら、うんうん、気を抜かない、すごいあの浅い睡眠になってたっていうのを言ってた人もいらっしゃいます、ね、気を抜かない、はい、はい、太蔵さんも気を抜かんとってね気抜いたからかなはい、わかりましたです、はい、では来月も元気な太蔵さんに会えるように皆さんからのエールもお待ちしています、はいはい、待ってます。今日はありがとうございました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、バラバラめっちゃバラバラ、もう一度ネットワーク永田。Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM.